エジプトのイスラエル人 HWV54 はヘンデルが作曲した英語のオラトリオ、旧約聖書のでエジプト記と聖兵を元にしている。初演は失敗に終わったが合唱曲の比率が非常に高く、合唱の世界で19世紀に非常に人気があった。ヘンデルはロンドンのヘイマーケットにあるキングズ劇場でイタリアオペラを上演していたが、1739年の オペラシーズンに出資者がつかなかったため、代わりにオラトリオによるシーズンを開催することにした。このために、新作のオラトリオである、サウルと共に、エジプトのイスラエル人を作曲した。大本作者は不明である。ヘンデルはまず初演時の第三幕にあたる部分から書き始めたが、前年に作曲した、キャロライン王妃の早々アンセムを再利用することを思いつき、この曲に、 新しい歌詞をつけたものを第一幕とした。最後にでエジプトにあたる第二幕を作曲した。サウル完成後の1738年10月1日に作曲を始め11月1日に完成した。1739年4月4日、ヘイマーケットのキングズ劇場で初演された。このバージョンは三幕物で第一幕はシオンの嘆く様。 キャロライン女王のための葬儀アンセム、イスラエルの息子らが嘆くとして知られる。このセクションは、デイエジプト期よりも前にある。なお、格好とナイチンゲールの通称で有名な、オルガン競争曲へ、蝶々は初演の2日前に完成しており、おそらく、エジプトのイスラエル人、大二幕の前に演奏されたと考えられる。初演について、ロンドンの新聞、デイリーポストが見は称賛したが、 観客は喜ばず、2回目の公演では、第一幕を除いた短縮版になり、コラールはイタリア風のアリアで装飾された。古いスコアは、この第一幕を省いた形で出版されていた。今日の演奏、録音の多くは、ヘンデルのオリジナル三幕物バージョンを使用している。ヘイマーケットのキングズ劇場、ヘンデルは長い、愛がロンドンに居住し、そこでイタリア語オペラの作曲家として、 大きな成功を収めていた。しかし1733年にヘンデルのライバル、オペラカンパニーが現れ、ロンドンのイタリアオペラファンの奪い合いが始まった。ヘンデルは英語のオラトリオや合唱作品に活路を見た。エジプトのイスラエル人はヘンデルが毎年オラトリオ演奏会を開くようになるより前の作品であり、ヘンデルは様々な試行錯誤を行っていた。曲の特徴としては、 まず合唱の比重が非常に高いことが挙げられる。しかし、合唱が多すぎること、独唱の名人芸が少ないことは、この作品が初演時に失敗した一つの原因になった。もう一つの特徴は、還元学による絵画的な描写であり、特にエジプトに降りかかる最下の描写が優れている。一方、ヘンデルはしばしば他人の曲を表説する悪癖があり、 エジプトのイスラエル人でもストラデッラのセルナータ、ウリオノ、テデウム、ディオニージエルバのマニフィカトを借用している。なお、主よ何時に感謝すという曲がエジプトのイスラエル人中の曲と言われることがあるが、実際にはヘンデルの作品ではない。おそらく19世紀にジークフリートークスによって作られたと考えられている。この曲は日本ではナカタウゴの歌詞による アーカン社線として知られ、他に、英語、サンクスビー・イー・ツー・ジー、イタリア語、ソロコンテなどの様々な歌詞と編曲で知られる。約90分トロンボーンさん、トランペットに、ティンパニー一体、オーボエに、ファゴットに、ゲン・オーブ、二重合唱、ソリスト、オルガン・ジョン・マーティン作、7度目のペスト1823年、ニコラ・プッサンによる、後悔の横断イスラエル人は、 イスラエル人の狩猟をセフと親切な助言者エジプトをファラオの死を痛んでいる。新しいファラオはイスラエル人を嫌う人種差別主義者であるとの知らせが入る。神はイスラエル人を霊獣から救うリーダーとして口下手なモーゼを選ぶ。薬病がエジプトにやってくる。川が地に染まった。カエルのペストは大地に影響を与えた。シミや水ぶくれが牛や人の皮膚に現れる。 どこでも、ハエやシラミの群れが見られ、イナゴの大群が、すべての作物を台無しにした。氷が降り、闇が深まる。そしてすべてのエジプト人の長男たちが死んでいく。エジプトの支配者は、イスラエル人の離脱を認めたが、後で気が変わり、追求してくる。後悔は、奇跡的に割れ、モーゼとイスラエル人は安全に横断するが、追ってきたエジプト人が横断しようとすると、 水が彼らを巻き込み、溺れさせる。イスラエル人は脱出を祝う。長い間、世界最古の録音とされた、このオラトリオからの抜粋。モーセとイスラエルの子供たちは1888年のクリスタルパレスヘンデルフェスティバルでジョージグロー大佐がエジソンのパラフィンシリンダーで録音した。当時の録音技術の限界で、クリスタルパレスでの歌手から録音装置までの距離は、 音響をひどく劣化させた。ありがとうございます。